株式会社野村総合研究所は東京都千代田区大手町に本社を置く日本の最大手シンクタンクコンサルティングファームシステムインテグレーター略称は NRI 野村総研日本初の本格的な民間シンクタンクである株式会社野村総合研究所と日本で初めて商用コンピュータを導入したシステム開発会社である 野村コンピュータシステム株式会社が合併し、現在の野村総合研究所が誕生した。この合併により、リサーチ、コンサルティング、IT ソリューション、システム運用等をトータルに提供する会社となる。顧客の問題を先取りして、解決策を導き、具体的な解決策を実施、運用していく、一貫したトータルソリューションを提供できる、総合的な体制に特色がある。 民間企業、観光庁への戦略コンサルティング、IT コンサルティング並びに金融業、流通業を顧客とするシステム構築、運用に強みがあり、日本郵政公社の郵政総合情報通信ネットワーク、簡易保険システムの構築など公共分野も拡大している。米国ペンシルバニア大学による2019年グローバルシンクタンクランキングでは1位に位置づけられている。 また、就職活動中の東京大学生が選ぶ注目企業ランキングでは2018年と2020年に1位に位置づけられている。また、野村ホールディングスとは一定の資本関係があるものの、子会社ではない。コーポレートステートメントは未来創発、ドリーム、アップザフューチャー。なお、社員の給与水準が極めて高いことが有名であり、2019年度の 平均年収は1235.2万円である。野村総合研究所1965年、野村証券株式会社長サブが分離独立し、株式会社野村総合研究所が発足した。現在のリサーチコンサルティング部門の母体であり、日本最大規模のコンサルティングファームである。観光庁、産業界のトップ企業をほぼ網羅してサービスを提供してきている。 米国のスタンフォードリサーチインスティチュートをモデルに日本初の本格的な民間シンクタンクとして設立された。株式の上場をきっかけに経営の効率化を目的としてリサーチ部門のあり方を変化させた。証券、経済研究等を行う部門は証券調査、市場調査などの一部を野村グループにインハウス化し、残る一部は研究創発センターに移管され、 政策、金融、経済研究などを引き続き言っている。また、社会、産業研究等の部門は、コンサルティング機能を強化し、研究部から、コンサルティング部へ名称を変え、現在に至っている。コンサルティング部門として、リサーチ機能、コンサルティング機能を合わせ持つ。このような背景から、今日のリサーチコンサルティング部門では、徹底したリサーチに基づいた、 リサーチ、ベース度関するティングが基本となっている。遺産融合を理念に掲げ、観光庁や各産業のリーディングカンパニーを主な顧客として産業政策、行政改革に関する提言、支援等や成長戦略策定、実行支援等を提供し、最先端の調査研究、コンサルティングに取り組む。 野村コンピュータシステム1966年野村証券株式会社電子計算部が日本一の本格的なコンピューターセンターとして独立し株式会社野村電子計算センターが発足したその後1972年12月に野村コンピュータシステム株式会社へ称号変更した現在のシステム部門の母体であり野村証券株式会社をはじめとする 野村グループ、株式会社セブンイレブンジャパン、株式会社伊東洋華ーをはじめとするセブンアイグループや、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、日本郵政グループなどを主要な顧客として、システム開発に黎明期より携わっている。1955年には、日本で初めて商用コンピュータを導入した。また、窓口販売や機関業務などのパッケージシステムや、 アスプを積極的に展開しており、業界標準となっているシステムを数多く提供している。ナビゲーションとソリューションを相乗的に機能させ、トータルソリューションを提供している。これらのサービスは、社会のほとんどの分野、企業活動や人々の生活に関わる、あらゆるテーマをカバーしている。トータルソリューションは、社会、産業の予測と展望、市場分析、 業務分析、経営診断、企業経営、政策立案に関する提言、経営、業務革新のソリューション提示、システム設計、ソリューション提供、アウトソーシングシステム運用、ビジネスの実行支援の7つで構成される。主な事業分野は以下の通りである。売上の約1、4は野村ホールディングスとセブンアイホールディングスの2グループ相手である。 個別の商品、サービス、グループ各社の商品、サービスについてはリンクを参照。当社公式サイト内の NRI 国内拠点のアクセスマップも参照。当社公式サイト内の NRI グループ海外拠点も参照。ありがとうございます。